粘土格子周りどうしてもこう手作業の部分が多かったので、前の端末の時にはやっぱり時間がそれなりにかかってしまう。で4月入ってすぐ子どもたちが使える状態ではなかったけれども、まあ、今回のクロームに代わってはあの仮コンソール上でほぼほぼ更新作業が済みますので、できるだけ始業式の日から子どもたちには使わせたいっていうのが今の目標ではあるんですね。基本小学6年生が使った端末は、その学校の新小学1年生が使うことになります。中学生3年生は同様に新中学1年生が使います。入学する前には子どもたちにアカウントを配布をしますので、担任の先生が子どもたちに教えて子どもたちが初めてログインをするという流れになります。自分のものを大切にするという観点で、進級するときには自分の端末を持って上がることにしています。基本ドライブの中にデータを残していますので、端末本体には、まあ、ないんですけども、まあ、いくらかこう写真等が残っているものにつきましてはドライブに移行するか削除するかっていうのをユーザーで行います。でそれ以外の操作につきましては特にありません。子どもの自分で作成したデータはクラウド上にドライブに上がっていますので、まあ、新しい端末でログインし直せば自分のデータはすぐに取り出すことができます。小学生から中学生に上がるときにアカウントの変更をしませんので、小学校で使ったデータはそのまま中学校で開くことができるように他教師で運用しています。中学校3年生それから小学校6年生で他教師を出る子どもに関しては自分のドライブに移す、もしくは外部ドライブを使って移すというふうな形で抜いてくださいね、その後消去というふうな形をしています。データ管理に関しては、まあ、前やってた時みたいに端末が変わるから中のデータもそのまま移動させなければいけないっていう作業は Chrome の場合全然必要がないので、アカウントはそのまま引き続いていく限り端末が誰の端末になろうとも変わらない。各学校の児童数分こちらで CSV ファイルを作成しまして、それを一括で登録をして完了ということになります。どのパソコンでも自分のログイン ID とパスワードで自分の環境になるっていうところです。以前は端末にユーザーを紐付けていましたので1台1台端末のリセットが必要でしたが、今ではその必要がありません。現場の先生方はその更新については特にノータッチですね。本当に物があるかないかぐらいでアカウントが振り分けられてそれを僕らで確認して子どもに伝えるっていう感じ。子どもたちは当然ですけども学校の先生たちにとってそういうふうな管理をするっていうことに対して気を使わなくていい、自分たちは授業に集中すればいいっていうふうなシステムになればいいのかなっていうふうに思ってて、あえて学校にこう管理に関して意識させるようなことはこっちからはアプローチしないようなつもりにしてます。学現場この年度末というのはいろんな残務が残っている状態、それから次の年度に引き継がないといけない、こういった中でできるだけ先生方の事務負担を減らすということが重要になってくるんですよね。年度更新というのは実は授業の真ん中の部分ではなくてどちらかというと環境を整える、そういったところを教育委員会がスムーズに進めるということになるかと思います。つまり学校で今言われている教員の働き方改革、事務負担を軽減するみたいなところにまさに通じるところだろうと思いますね。